はいどうもキョリュウニキですチャンネル登録よろしくお願いしますじゃあ今回はねこの新ツムアナと雪の女王のねペアツムエルサンオラフこれめっちゃ強いって言われてるんですけど実際ね引くべきかどうかあのー、僕の見解を話していきたいと思いますまあはっきり言っていきますはいじゃあチャンネル登録よろしくお願いしますじゃあねまあエルサンオラフこれまだ当たってないんですけど僕はい ただまあいろんなね性能とか見たりあと他の人のプレイ動画見たりまあ総合的にね捉えてまあまだ今年始まったばっかりってこところで、ね、2月の新ツムってところであのはっきり言うと結論引かなくて大丈夫ですはい引く必要はまあ別にないですはいこれはねまた別な動画で話そうと思うんですけどスキルレベル6 このねスキルレベル6の大事さっていうのをちょっとまた別の動画でお話ししたいんですけどまあそういうねいろんな背景がある中でやっぱりエルサンドラフこのね新ツムどんどん取ってってもね結局スキルレベルってそんなに上がんないじゃないですか、うん、だからうんまあそこはね別な動画ではい話しますけどまあ結論ねエルサンドラフは引かなくても大丈夫ですはい。 でね、このウィンターアナ、これはあの、ナミネと同じなんですけど、めちゃくちゃ弱いツムなんで、あとウィン,スタ,ウィンタークリストフ、これはあの、やばいね、スキル2で1000コイン稼げなかったんで、はい、ちょっとね、今回は、まあ、スルーでいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、そんな感じで、今回は終わります。またね、あの、なんかやってほしい企画とか、なんか、 こういう動画撮ってとかってあ,あれば、あのコメント欄で書いてください。はい、じゃあチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。距離抜きでした。バイバイ。